ゲネシスも反応しています。おそらくあそこに7つ目の。とにかく進むぞ。ラ・オラシオネーズ、100年前の革命時に流行った歌ですね。かつてカルバードの国歌として採用も検討されたそうですが、結局ホワイトクローブの誓いになったっつう話だったか。ふふん。民主勢力の台頭と王侯貴族の凋落、革命政府としては格好の歌だろうが、王国を惜しむ一部の歌詞が問題となった。歌詞を変えようにも広まりすぎて、結局別の歌が採用されたわけだ。歴史の授業を受けに来たわけじゃねえけどな。歓迎するぞ、アークライド。その助手どもにマルドゥックの SC、 元守護騎士の後天獅子殿も。すでに捨てたな。捨ておいてもらおう。ところがこの場では過去がある程度の意味を持ってくる。アニエス・クローデル、いやアニエス・グラムハート、お前が本名を隠しているのと同様な。言えばそれが小娘の本当のフルネームってわけだな。ええ、父が現職についてから保護プログラムで隠していますが、2年近く母方のせいにしているので、今の方にも慣れてしまっていますね。ああ、そういえばこの状況でグラムハートも動いてたみたいだな。さすがは希代の政治家にして脅迫者、行動力と実行力は大したものだ。ははうまく噛み合えば十分交渉する余地はありそうだったが。ふざけたことを。村一つ滅ぼした連中と大統領が取引なんてするわけが。さすがの父でもそこまで割り切らないと思います。ふふん、そいつはどうかな。某結社と取引した噂も聞くが、まあいい。微妙な親子関係にわざわざくちばしを入れる趣味はない。どういういきさつでエプスタインの血筋を取り込んだのかは興味深いが。ちなみにばあさんは幼女で、博士と血はつながってないって話だぜ。やはりゲネシスについてそこまで詳しくはないみたいだな。ドン・ジェラール、いや旧王国の末裔たるジェラール王子、もしくは DG 教団のダンテス幹部司祭と呼ぶべきか。オラシオンでやり合う直前まで確信はなかったようだが、お前が待っていたのは俺なんだろう。それもパンデモニウム化を餌にしてな。それはうぬぼれるな、スプリガン。確かに貴様をここへ呼び寄せるのが目的の一つでもあるが、あくまで余興だ。俺の目的はパンデモニウム化そのもの。王国など DG などアルマータですらどうでもいい。貴様からこの力を奪ってから俺の在り方は根本から変わったのだ。偽りで成り立つこの国の大陸の世界の真の姿をさらけ出すため、純粋なる恐怖として己を完成させるというあり方にな。どうでもいいって。ううん、それよりも
偽りとか真の姿とか全然わかりませんけど。バンから奪った力、まさかそいつが。ゲネシスを通じてこのハンマカを引き起こしてる元凶ってこと？ははは、その通りだ。きっかけは11年前だ。ある教団ロッジから上層があった。魔の因子を宿したという少年を確保し、それを抽出する試みをしているとな。俺が言うのもなんだが、 DG というのはとことん頭のネジが外れた集団だった。女神の存在を否定するためにあらゆる方法を追求して人を貶める。その多くは的外れだったが、いくつか大当たりも引き当てていた。その最たるものが、こいつが生まれながらに持っていたというデアボリクコア。この世に存在しないはずの魔の因子にして力の源を取り出す実験だったわけだ。旧王家の末裔として幹部司祭だった俺は、献上されたそれを取り込むことを即断した。王国復興などどうでもいいし、長らえるために寄生していた教団などもっとどうでもいい。そんな乾いた俺を引きつけてやまない輝きが、その魔核にはあったからだ。そして俺は文字通り生まれ変わった。結社による威力偵察と S 級遊撃士が指揮する教団殲滅作戦、二つの危機を文字通り悪魔的な力で切り抜けた俺は、マフィアへと転身し、小物極まる先代をはめて粛清し、アルマータという足場を手に入れた。古巣の後進である庭園からメルキオルを取り込んで手足も揃えてな。パン空白の7年間にそんなことが。その魔核ってのが何なのかはわからないけど。じいさん、あんたも知ってたんだな。うん、教団殲滅作戦の時に裏側で協力していた縁でな。心神喪失の状態で奇跡的に生き延びたヴァンの回復に少しばかり協力し、その4年後高等学校を退学し、あてどなくさまようこやつと再会したわけだ。あの時には先生に散々迷惑をかけちまいましたね。まさかバンさんも。カトルさん、悪いなカトル、詳しい話をしてやれなくて。だがお前は俺とは違う、とっくに立ち直れているはずだ。大切な家族と巡り合ったことでな。うん、その通りだ。僕の家族は博士にエレネーたち、職人街に理科大学、ベルヌにだって大切な人たちがいっぱいいる。でもそれはパンさんだって同じでしょ。ああ、そうだな。ご説明ありがとう。ジェラール、あんたナレーターの才能があるぜ。マフィアなんざやってないで、改めてそっちでも目指したらどうだ。ゴッチ監督の映画なんかおすすめだぜ。ジュリスもお色気担当で出そうだし。誰が出るか！ザレ事を。こうなった俺にこの世のあらゆる生き様など無縁。そろそろ最後の仕上げと行こうか。イデオアペイロン、呪われし王家が残した聖魔の体験よ。てめえ、この正気は。あの文様はメルキオルと同じ不死者の。やはりあの時間違いなく亡くなっていたということですか。ふふ、ああ、帝国の呪いじゃないが、取り込んだ魔核を真に解放するには
聖の枷を外す必要があったのでな。そのために俺はクレイウを逃げとし、オラシオンという部隊を整えた。全てはアークライド、魔核の元の持ち主であるお前の手にかかり、不死者となって半魔化をもたらす力をゲネシスを通じてこの地で振るうために。ふざけないでください。勝手なことばかり。そんなことのために多くの命と思いを踏みにじって。メルキオルとは違う意味で、やっぱあんたも最悪だわ。すまねえな、ジェラール・ダンテス。ああ、多分もともとのあんたはそこまで歪んじゃいなかったんだろう。滅びた王家のしがらみにとらわれ、意に染まぬ狂気の教団に頼って、そんなあんたを俺が持っていた魔核が変えちまった。クレイユにしてもディンゴにしても、オラシオンで犠牲になった連中にしても、今まさに起きている半魔化の危機も、まあ結局そこに行き着くんだろう。バンさん、叫んな。違うよ、バンさんのせいじゃ。うぬぼれるな、バン・アークライド。この俺の在り方も半魔化も俺自身が選び成し遂げてきたこと、貴様から奪った魔核に左右されたのでは断じてない。ましてや貴様ごときに哀れまれる筋合いもな。元の宿主たる貴様を倒せば最後の因子が解放される。そうすれば俺の中の魔核は完全となって真の姿を取り戻すだろう。食らわせてもらうぞ、抜け殻。させません。ふざけんじゃねえぞ、このオールバック野郎が。先ほどから聞いていれば感化できぬ言葉ばかり。訂正してもらいます。ダンさんは、私たちの大切な人は抜け殻なんかじゃありません。なら俺は歪んじまったあんたにもう一度だけ引導を渡してやる。魔核の元の持ち主としてじゃなく、裏解決屋としての流儀を貫くためにな。いいだろう、それでは死ね、スプリガン。かかってきな。さあ終幕と行くぞ。借りは返すぜ。
返すぜ。ここはお任せを。大いな光の宴会、我らに息吹を与えたまえ。ダメだ、上限アップです。決めろ、アーロン。続けやバン。終わりだ。ここは任せよ。左遷。まだここからだ。
これはバン様と共鳴して。あれがデアボリクコアか。睨んだ通りだ。貴様と共鳴して完全となり始めたぞ。真の姿となる前に少しばかりデモンストレーションといこうか。うわっ。シャイターン。タイ君、いや、それを超えた。このプレッシャーは、なんというレイアス。悪くないな。この段階でここまで行くなら、真の姿となったらどこまで。噂の結社の最強すら余裕で上回るだろう。バンさん。グレンデルですが、あのメアがいない状況では。いや、おそらくサボってダミンを貪ってるだけだろう。メアコ、いい加減起き上がれ。今こそお前の出番だろうが。うるさいわね。コウとか呼ぶんじゃないわよ。メアちゃん、目を覚ましたの？ふん、ずっと起きてたわ。修復処理で半覚醒モードだったけど。そう、そこまで来ちゃったのね。お前の正体はまだ思い出せねえが、果たして来た役割はわかる。とっとと仕事をしてもらおうか。ま、いいけど。一応聞くけど、いいのね？ああ、もちろんだ。待ってください、二人とも。役割って、それにどうしてそんな。それじゃあバン、夢から覚める？覚めない？いつもの言葉じゃ。ああ。覚めるぜ。今ここに限界がいる。我は悪夢にした。また悪夢を食い破る獣なり。やっぱりあのドラッグはそっち系だったか。まあいい、これにてしまいだ。決着をつけるとしようぜ。俺とあんたのどちらがふさわしいかを。いいだろう。無様な枷ごと食らい尽くしてやろう、バン・アークライド。預けていたのを返してもらうぜ。存分に味わうがいい。
崩れたぜ。ここは任せよ。シャードブーストの攻撃だ。くらいなさい。
癒しはイノセントヒール。ありがたい。悪くねえ。アーロンさん。もらった。ラミ。特定の圧が有効です。うん、少し休むとしようか。
ライブ開始。いや、ありがたい。行せ。クッククラッシールドピカイ。よみぶちかませ、じいさん。はい、テン、チ、イン、ヨ、ボンコンハ、ロクラーショー。ブーストゲージが増えたぞ。くお、まさか。やりました。超人あるのみ当然だね。